皆様、こんにちは。福岡の質屋、春町支店の吉住香奈です。春町ユーストショッピング、今日はエルメス第2弾ということになっております。で、その前に、桑田さんが今日はおじやちじみで、はい、おじやちじみに博多県庁ですね。いいですね。ドコモにこういう感じで、桑田さんが、お着物など、お召しいただくと、かなりの方に影響が、あるんじゃないかなと。いい影響を与える、ね、こういう方が、着物を着てくださると、多分また、お着物をお召しになられる方が、多分増えるんじゃないかなと。私などはとても、嬉しいなと思ってます。はい。博多県庁日ですね。ということで、博多県庁日については、また別枠で、長ったらしく、しようかと思っています。はい。すみません。これ、勝手に私、おじやちじみだと思っています。これ、制作者の方。もし、いえ、違います。これ、おじやちじみじゃないですということであれば、ツッコミ入れてください。はい。写真の雰囲気からして、多分、おじやちじみだろうと、勝手に判断して申し上げております。はい。博多県庁日っていうことは、もう絶対これも、間違いありません。まさか、桐生の偽物なんか、ね、閉めるわけがありませんから。ということで。はい。本日のおすすめは、エルメスガーデンパーティーです。はい。これはですね、私どもが今、持っておりますものは、黒地に黒キャンバスですので、とても、なんていうんですかね、仕事にも合わせやすい。茶色だとどうしてもちょっとカジュアルな雰囲気が、出ますので、あえて黒だと使いやすいんではないかということで、ご提案をさせていただきます。で、この大きさがですね、ちょうど、こう、雑誌などが、雑誌というか、書類がちょうど入るんですよね。こう、なんか、いろんな、例えばこう、普通の定型のこの書類ですけど、これがしっかりこう、きちんと入りますので、はい。書類を入れていくバッグとしても、女性のお仕事バッグとしても使いやすいと思います。で、もう、なんせ、これはですね、もともと、アマゾニアという、生ゴムの素材で作られてるっていうのが一番最初の出始めだったんですよ。で、ガーデンパーティーっていうぐらいですから、イングリッシュガーデンの、その、苗ですね。それを運ぶためのっていうのも、最初の、ガーデンパーティーの由来というのが、そういうことでしたから、苗を入れるという、なんかもうなんとも贅沢なバッグですけど、っていうような形なので、中はもうポローンと何もないんです。ポケットも何もないんですね。ですので、要はバックインバッグ、バッグの中にまたバッグを入れていただくような、ものを、お入れになられるのをお勧めします。なので、例えば、こう、そうですね。ちょっとすみません。今、手元にこう、ルイ・ヴィトンの、いわゆるアクセサリーポーチなどもいいんですけど、例えばこういうもので、こう、中に入れていただいて、この、貴重品だけをこう、出し入れしていただくとか。あとは、ミックスユースになりますが、これプラダの、ミニバッグなんですね。こういうものを中に入れていただいて、これだけを持ち運びしていただくとか。あとはポーチなどで、そうですね。これはちょっとかなり小さいものになりますが、エルメスのこのボリードのこのですね。こういうものをちょこちょこ入れていただくことで、中を上手に整理してください。ということで、こういった書類がすっぽりちょうど入ります。こんな感じですね。はい。なので、
こういう感じで。美しく、あの、仕事をしながら美しく持っていただくバッグとして、あの、おすすめします。あの、キャンバス地ですね。はい。エルメスのガーデンパーティーです。はい。で、ちなみに、春待ち価格、7万8000円でご用意しております。未使用で、あの、未使用って言いますか、やっぱこれ程度 A ですね。あの、こういうですね、あの、中古のお店でバッグをチェックされるときは、必ずこの角を、この四隅を必ずチェックしてください。ここですね、必ずやっぱ擦れるんですよ。なので、この角擦れが許せる中古かどうかっていうのを確認しながら、あと、ハンドルですね。ハンドル。で、あともちろん、あの、内側も必ずチェックしてみてください。特に外側のこの角すれは、あの、大事なポイントになると思います。ということで、少し触ってます。少し触ってますね。ということで、7万8000円でご用意しております。お問い合わせは、福岡 092-939-1199 まで。お問い合わせお待ちしております。